はい、みんな。ピザを温めるときはコップ一杯の水と一緒に温めるとふわふわ感が戻ります。はい、出来上がり。いやーパーティーだね。いただきます。もう食べとる。うん、ピザの後はトーイックの勉強。わー、もうしなくていいから思う存分ゲームして、Vlog の編集したら月曜日も終了。おやすみ。火曜日、おはざす。現在朝の5時15分。いいね、これくらいに起きれると朝余裕があるわ。じゃあ準備していきます。はい、完成。そんじゃ Vlog の編集していこうか。実は明日投稿する予定の動画すらまだ完成してなくてさ、最近は TOEIC の勉強に時間割いてたから全然編集が追いついてないのよ。マジでやばい。っていうか明日の投稿 100% 無理だこれ。写真気をつけて。はい、全然終わってないけどタイムオーバー。会社行く時間だわ。行ってきます。行ってきました。お疲れ。帰りに畑で野菜を収穫してきたわ。大量大量。ってのは冗談で、
スーパーで玉ねぎとじゃがいも安くなってたからめっちゃ買ってきた。この2つは何個あってもありがたいからね。夜ご飯作っていきます。今日はパスタ、妻がミートソースで俺がたらこペペロンチーノ。はい、出来上がり。いただきます。腹うま。これからの寒さに備えて加湿器と電気毛布買うことにしたわ。電気毛布はこたつとの2択でめちゃくちゃ迷ったんだけど、どの部屋にも持ってける利便性と寝る前に布団温めれるの最高じゃんっていう妻の一言で電気毛布を買うことにしたわ。さすがは妻、さす妻。それとこの0秒思考って本も買ったわ。前から気にはなってたんだけど、TOEIC が終わるまで買うの控えてたんだよね。買ったら最後勉強そっちのけで読んじゃうこと間違いなしだったからさ、届くの楽しみだわ。その後は何の気兼ねもなく寝るまでピノキオプレイして火曜日も終了。今日もお疲れした。木曜日おはざす。今日はありがたいことに祝日。さすがにうちのクソ会社も祝日は休みだわ。ありがてえ。ま、とはいえ休みだからってダラダラせずに今日も朝から張り切ってこう。まずは眉毛のセットしていくわ。普段平日は時間なくてほっぽりっぱなしだで、こういう時間があるときにしっかり整えなかん。よいしょ、気をつけてね。そんじゃこっからは遅れを取り戻すべくひたすらに動画の編集進めていくわ。はい、動画の編集ギリギリまで終わってないけど、ちょいと休憩がてらニトリ行ってくるわ。先日注文した加湿器と電気毛布受け取ってくる。おー、ホワイトのゲーミング環境って珍しいね。めっちゃいいじゃん。個人的にブラック一色よりこっちの方が好きだな。なんか見たことあるなと思ったら、これラブホに置いてあるやつじゃん。23万、うへえ、高っ。そんじゃだいたいざくっと見て回ったし、そろそろ加湿器と電気毛布受け取ってきます。受け取ってきました。あー、これはなかなか厳しい戦いになりそうだな。持って帰れるかこれ。ふう、よっしゃ、なんとか持って帰ってこれたわ。念のためリュック持ってきてって本当よかった。はい、というわけでこちらが加湿器と電気毛布です。電気毛布は妻と俺用にそれぞれ1個ずつ買った。妻が帰ってきたら一緒に開けるから、とりあえずこのまま放置で。そんじゃサクッとお昼食べてデブ活していきます。ちょいと贅沢な悩みなんだけど、最近また少し安くさ、ちょっとガリガリすぎるよねって妻とも話してて、太りすぎも良くないけど痩せすぎもやっぱ良くない。